や。でも面白いですね、これ結構。総合に近いですね。そうですね。総合に一番近い格闘技かもしれないですね。いやー、いい経験できましたね、でも本当に。なんか技を教えてもらいたいですか。あ、使える技。なんか踏み込み方とかって、どういう感じなんですか。例えばワンツーにしても、いろんなバリエーションがあったりするんですか。そうですね。まあ多分基本のワンツーは本当に後ろ足で蹴って、はい、一歩目を1、はい、2やと思うんですけど、はいはいはい、ノーモーションで前足と後ろ足を同時にこういう突きもあったりして、左、例えばオーソドックスの構えやと左の前足と右手とこういうノーモーションで構えたところからなるほどこういう突きもあったりします。これ大丈夫ですか。はい、大きく叩いてもらっても大丈夫です。上に、はい、そうです。おお、なるほど。後ろ足から出る感じですか。ちょっと後ろ足で蹴りながら前足と同時に体重移動ですね。もう一回いいですか。後ろ足で蹴って前足に、こういう感じですか。そうですね、もう前足今ちょっと音がポンってなってたんで、前足のつくのと同時に、そうです。あ、なるほど、これいいですね。はい、これ総合でも使えますね。そうですね、なんか分けたらいいですね。特殊のと、まあ、2と1で入る。そうです。なるほど、はい、この時にこの逆の肩を引いたらちょっとさらに伸びるんで、はい、あー引いて、はい、そうです。あー、なるほど。これ早いですね。ノーモーションで、はい、これ使えるわ。でもいい経験できましたね、本当にこれは。なんか総合格闘技にも活かせそうな技がいくつかあって、ぜひお願いします。いや本当に勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。